ピエール・ベリニアン・ピエール・バリニオンは、フランスの数学者である。数学の分野では、バリニオンの定理や対数路線の研究で知られ、生理器学の分野でのピカルの定理などでも知られる。フランスの北部の都市カーンに生まれた。カーンのイエズス会で学び、ロサンゼルス大学で学位を得て、翌年司祭除会を受けた。ユークリッドの本を読み、デカルトの幾何学を読んで数学の研究に取り組んだ。 1688年にパリのコレージュ・マザランの数学の教授となり、同じ年に科学アカデミーの会員に選ばれた。1704年にはコレージュ・ロワイエの数学の教授となった。微積分の分野を開いたニュートン、ライプニッツやベルヌーイラと親しく、微分法のフランスにおける先駆者である。数学の分野では、バリニョンの定理や対数路線の研究で知られ、生理気学の分野では、 オランダのシモン・ステビンが記述した力の釣り合いの概念を進め、1688年に力の平行四辺型による力の合成の概念を明確にした。また力のモーメントの概念を明確にした。1714年王立協会フェロー選出。ありがとうございます。